8月28日、安倍総理がね、辞任の、声明を出されて、そして会見を行いました。夕方5時からのはずだったんですけども、午前中にはもうすでに一報を お知らせくださって、それが各新聞社から流れてね、まず最初は共同通信からだったんですけども、安倍総理は辞任の意向を表明したよってことでね、内部リークがあったみたいで、もうそこからですね、株価もそうですし、ドル円もね、ぐっと下がっていったわけなんですよね。で、ここにね、私がちょっと相場解説を今回躊躇した、ちょっとこう、危険だなと思った部分があるわけなんですよ。というのが、おとといからね、おとといと言いますと、木曜日、金曜日と私、相場解説ではなくて、テクニカルの講義をお届けしてると思うんですよ。こういうふうに木、金、土、日、月とお伝えするつもりだったんですけども、もしかしたら安倍総理が、続投の意思を出すにしろ辞任の意思を出すにしろ、今回ね、自分の出処進退について言及すれば、このやっぱりね、ファンダメンタル的にかなりのブレが起きると思ってたんですよね。で、まさにそうなったかなと。ちょっとチャートを見ていただきたいんですけども、ものすごいところから動いてますよね。もう午前中はその106円の690あたりから、もうすでにね、106円の330まで30ピップス以上動いたわけなんですよね。そこから夕方5時の辞任の表明まで考えると105円の340あたりまでぐっと行きましたんでね、でかなりボラティリティがあったんではないかなと思います。1円飛んで、300とか400ぐらいまでぐっと動いたわけですよね。そうなるとですね、これを例えばね、今の時期でしたら安倍総理が辞めるに従って株価とかドル円の動きっていうのが派手になりますから、ここを取りましょうみたいなことを言う方もいらっしゃって、私は分かってましたと、みんなも儲かりましたよみたいな表現をする方もいると思うんですよ。ボーナスタイムが来たよみたいなね。でも私はやっぱりテクニカルをね、ずっと皆さんにお伝えしてきてるわけなんですよ。このね、一国の総理が辞めるとか辞めないとかっていうのはそんなにね、毎年起きるもんでもないんですよ。で、数年に一度とかね、十数年に一度みたいな、すごく珍しいケースなんですよ。辞任を表明するなんて。で、そういうのを分かってましたって言っても全く意味がないんですよ。こんなね、ボーナスみたいな、イレギュラーが分かっていても全く意味がなくて。で、これがね、たびたび起きればまた別ですよ。でも私たちは、普段の何のファンダメンタルも働いてないところをどういうふうに考えていって、日々コツコツと利益を積み重ねていくかっていうものを、やるためにテクニカルを学んでるんですよね。こういうふうな突発的な天変地異みたいなファンダメンタル、情報ないか、どんな国際情勢ないか、どっかにミサイル撃ち込まれないかみたいな派手な動きを目指してるわけではないんですよ。そうではなくて、テクニカルの中にも、普通の暮らしの中にも大きく跳ねるときとかね、また収束するときとかっていう法則があるから、それを解析して、それをもとに何も起きてないときでも利益を取っていきましょうみたいなね。そんな形でテクニカルをやってるわけなんですよ。ですので今回、安倍総理のね、騒動があって、ドル円は動くだろうなと思ってたんですよ。でもこれを皆さん取りましょうみたいなことやっても、これ全く意味がないのと、ここでね、仮に取ってしまえば、取ることを進めてしまって、これ自信がついてもしょうがないんですよね、こういったことで。総理が辞めるときに、もしくは自民党の総裁が変わったとき、政権が変わったときに、大きな値幅の変更によってね、利益を取れましたって、これやれても意味がないんですよ。なぜならこれは日々起きないからなんですよ。すごく珍しいからなんですよ。だこういう珍しくすぎることを狙って取れたとしても、それは間違った成功法則になりますんでね、こういうふうなギャンブルを求めているわけじゃなくて、私はテクニカルを身につけていただきたいんで、今回あえてね、大した安倍総理のことについては言わなかったんですけども、8月28日の記者会見があるってことは分かっていましたんでね、これについてはちょっと深刻な報道があるんではないかなと思ったんで、ちょうど今月の数字も落ち着いて、最後のテクニカルの山も26日で取れたかなと、終わったかなと思いましたので、27、28、そして31日までは、相場解説のね、日々の相場解説をせずに、テクニカルの講義をお届けしようかなと思った事態なんですよね。で、やっぱりこう、値動きね、かなりしましたけどもね、これを取りましょうって話は私これからもしないと思います。そうではなくて、こういうふうな特別な事象を狙うんではなくて、普段の何気ない、チャートの動き、ドル円の動きからテクニカルで取っていくことを常に、ね、心がけていこうと思うんですよ。そのテクニカルの中にも小さなファンダメンタルって起きると思うんですけどね。それはもう仕方がないです。小さなことが起きるのはね、どっかの輸出輸入が止まったとかね、台風嵐が来たみたいなのはありますけども、さすがにね、一国の要人発言とか
それから材料ですね、要するに材料を狙っていくっていうのはこれ上級者内のことなんで、まあこれをねまだ普段の値動きで稼げてないうちはそんなに意識しなくていいと思いますよ。それが結論です。それではまた月曜日からね、正確には火曜日あたりからかな、また相場解説一緒に楽しんでいきましょう。それでは失礼します。